ゼニー来た。ゼニー来たよ。気がすごい。で問題はこの後来るか。最後に好きな虫を買っ。あ、はい、こんにちは。マイチャンネルマイハルです。はい、今日はですね、久しぶりに虫キング研究所やってきました。お久しぶりでございます。すみません、前回は。いやいや、とんでもないです。今回はぜひですね、シン君とバトルしてもらいます。はい、超進化4弾が4月25日から稼働しますね。はい、イエーイ、楽しみだね。今回も新しい虫カードと新しいプリガチェ、はい、が出てますので、これを見ながらやっていきましょう。はい、はい、まずこちらですね、うん、新しい SG レアのアクチオン増加ブト、なんと赤目だね、これ。そう、しかも一緒に描かれてるのがマスターブラックね。これブラック甲虫なんだね。そうだね、これが新しい SG レアですね、うん、続いてこちらがパラモンモヒアタコアブト。そうだね。で、この子なんだっけ。秘密の特訓場のキリコさん。ああ、さかさかさか。はい、で、新しい V ガゼがこちらですね。こちらが王者の V ガゼで、こっちが覇者。そうなのね、うん、で、これ今回すごく面白いのね、うん、なんと発動しないと何が出てくるかわからない、うん、ランダム V ガゼ。そう、ランダム V ガゼなんだな、うん、王者の方はカブトムシね、うん、で、覇者の方がクワガタね、うん、それぞれの V ガゼの効果が出てくる、うん、はい、そしてですね、なんか今しれっと来てたけど、これあと白衣今回着させてもらってます。そうだね、はい、研究員見習い、うん、やったね、うん、なんかすごい嬉しいね。着させてもらって、ありがとうございます。ちゃんと後ろほら入ってる、うん、すごいよね、はい、じゃあ今日はこれを着てバトル頑張りましょう。どちらで遊びますか。ゲームで遊ぶ。次に遊びたいモードを選んでください。で、2人で協力、ニューついてるよ。ーモード決定です。一人金なのって挑戦するステージ。これだね。そうだね、うん、マジンカキリコ。あ、もう一個ある。あーた。うわー、マスターブラックがマジン化してる。やばい。今回、まあ、赤目なんで、はい、じゃあこのアクティブに挑んでみましょうか。はい、行きましょう、はい、ボス決定。まずはワンピーのバトル、バトルで使うカードを捨てようしよう。アクティオンカブトだね。赤目さん、はい、V ガジェは王者の V ガジェですね。行くぞ。バトル準備完了だよ。はい、はい、じゃあパパはパラワンを開くわ。カードスキャン完了。そして V ガジェは覇者の V ガジェです。V ガジパワーチャージ中だよ。イエーイ。頑張ろうパパ。はい、それではコロシアムへゴー。さあ、結構すごそうだからね、これはね。始まりました、協力バトル。舞台はここセントラルコロシアム。さあ、ワンピーの虫が登場です。私の全力でお相手しよう。アクティオン増加ウト。全力って言ってきたよ。黒煙のオーディン。おー、すごい。かなりステータス的にも強い。強いです。火力攻撃が高いので、まあ、使いやすいと思いますね。うわ、すごい。あ、お助けなしかな。うん、あ、お助けなし。お助けなし。右の虫が登場です。ボスはお助けなし。頑張ってくださいね。待ってくださいね。パラワンモーキュアタクワガタ。おー、障害のプレイヤー。プレイヤー。そうかそうか、間違えちゃった。敵側のアクションって感じがしてた。あー、敵側のアクション、これからこれからですね。はい、そうですね。パラワン。さあ、こっちに合う助けがいるのかな。そうそうそう。やばい、来てきた。アクティオンゾーカブト。すごいマジ。もともとアクションって相当大きいもんね。まあ、ね、まあ、重いやつだった。まあ、それがやばい。まあ、落とすけもちょっとね、KO とか入ってるんで。うわ、はい、まさにやばい。攻撃がすごい高い。さあ、頑張っていこう。はい、下が僕たちの体力だよ。はい、ボスじゃんけんルール説明。2人で協力してボスを倒せ。はい、この辺は変わんないですね。相手はダメなんで、ここはちょっと協力して裏の裏で行くぞ。裏の裏でで、え、裏の裏って言ってきたよ。じゃ
ゃあパパカード出しとくわ。僕もカード取って、書いた方がいいでしょ。じゃあ僕はチョキで、あ、グーだ、あ、グーだ。あ、よかった、よかった、よかった、パード出しなくて。はい、じゃあここはじゃあこれ下のままで、はい、出た、出た、ナイスタイム、行きましょう。ブラックグングディーグ来たよ。どれぐらい決まるか、もうテクニックがそんな高くないからね。すごい、はい、だからまあ、わざみたいですね、派手に。すごい、これは激しい攻撃だ。すごい、じゃあこれ、ね、じゃんけんに負けないことだったやつ。また来た、裏の裏。次は、チョキ出すね。あ、チョキ出す、うん、じゃあパパ、もう一回パワー出しとくわ。あー、同じだった。同じだった。アクティオン増加ルト、普通の攻撃が強いから。やっぱワンピースクリーム、ダブルクリート、勝った勝った勝った。うわ、でかった、痛烈な攻撃だ。うわ、すごいな、刺激が発生。わー、必殺技並みで、これこっちの大丈夫か、どれくらい。うわ、大きな刺激、これ攻撃力アップじゃないよ。勝負だ、時計回りだね。チョキから時計回り、グーになるからパーだね。よし、はい、ゲージ頑張ってんだよ。ゲージ。ほぼビブった。ワンピースダブルクレイト。これは大きなダメージ。そしてパパの方が。ブースターがつく。これは大きなダメージ。あ、毒毒っていうかね。あと一撃圏内に行きますね。違う手で行くぜ。グーじゃないよ。じゃあということはチョキいた方がいいな。グーかチョキ。じゃあ僕はチョキで。A ちゃんグーにして、パパチョキ、両方必殺になるから。オッケーオッケー。よし、チョキよ。おー、よかった。これは行けるでしょう。ナイスタッチ。これでラウンドは取れたな。ブラックブングにアクティオン増加パワー。行け。あかんなって。オッケーですね、はい、とりあえずラウンド1。オッケー、よかった。ラウンド2、はい、勢いがすごかったよ。はい、この時点ではね、まだ何が発動するのかわからない。裏の裏で行くの、はい、とりあえず、兜の何かが発動します。じゃあ裏って言ったから、またあれかな、チョキ出してくるかな。じゃあ、ブ、じゃあ、パパチョキ出してくるか。あ、オッケー、いいですね、はい、よっしゃ、何が来るか、何が来るか、行くよ、何が来る。ビクトリーアタック、フォレストブレイン、おー、森の部位勝ちだ。美しいですね。はい、包み込んで、うわー、うわー、オッケーオッケーオッケー、強い強い。本当だったらこの大会で、はいはい、どんな効果が出るかわからない。パンチで回り、あ、今度はチョキ出した方がいいんだ。あ、チョキできたから、はい、パンチ時計回り。あ、しまった、これ V ガで使う前に勝ってしまうから、これは勝ってしまう、勝ってしまう、しまった。ワンピースにダブルグレイト、おっと、ちなみの V ブースター、もうもらった、これも見たかった。キャンプテーション開いて、おお、かっこいい。あ、なんていうの、大きすぎてね。あ、見よう、大変だ。うわ、体のそこが、こういう、こう、腹部屋、また伸びた、決着がついた。二人の絆の勝利だ。大バズ成功、あ、6ターンだってね。割とスムーズでしたね。スムーズにいきましたね。はい、おー、よかった。よかった、よかったですね。よかった。はい。2人のヒーロースコアの発表です。お、じゃんけん勝利5回、おーちゃん。いい。あ。いけ。バトルヒーロー。アシストヒーローね。うん、はい、じゃあ続いてはですね、魔人バトル。やりたいなと思いますね。これ新しく加わったモードだね。これまではマスターブラックとの対戦だった。ブラックバトル。そう、あれと
私魔人バトルくっついてるそうだね、登場です。はい、じゃあエシコお願いします。はい、スタンプを使ってスタンプモードウェイガチア特別な虫をモード決定です。スタンプを使うっていうのは変わっていないので、はい、スタンプをまず貯めていただいて、まあ今までブラックバトルだったらここに魔人バトル、はい、SS リアのブラックコーチ SS リア SG リア、じゃあ魔人バトルいきます。はい、モード決定です。なんか悪そうなんだね、この回後ろに黒いのがいっぱいありますね。うわー、じゃあいきます。はい、ボス決定。まずはバトルの準備だ。バトルに使うカードで運がいいと魔人化シューをゲットできる。魔人化シューというか、シューの虫がゲット。あ、シューの虫がゲット。シューの虫が人が出てもしょうがないですね。今まではタビューだったんで、あの自分の虫カード、虫カードで2匹だけだったんですけど、今回このお助けも家で会えるので、はい、自分のチームで、そうか、1対1でバトルを行ったと。でも、V ガジェも自由に使います。王者 V ガジェを V ガジェパワーチャージ中だよ。じゃあ、シンくん頑張って。バトル準備完了だよ。それでは、じゃあどんな感じなんだろう、ね、どんな感じで出てくるか、ちょっと楽しみにしていただきたいと始まりました。スペシャルバトル。あ、スペシャルバトル。さあ、君の虫が登場です。私の全力でお相手しよう。アクティオン増加ボト。必殺技はクールです。アブトの V ガジェセット。もうちょっと栄養性に相性よ。オーラリポシアンマ逆立ちこの花抜き。それは強そうな体力。まあまあバランスはいいわ。相性非常に虫がパワーアップだ。続いて相手の虫が強いです。紫オーラ。公園のアマテラス。ケルプレスを騎士で取り捨て。この対戦相手見てもらうと分かんない。体力少ない。攻撃テクニック。攻撃やばい。結構困った数になっちゃって。相手構えの上から油断をするとやられてしまう。ケルランカマキリ。これは強そうだ。体力少ない。この代わり攻撃テクニック。攻撃やばい。攻撃じゃんけんの力がかなり大事です。じゃんけんの前に追加でチャンスだよ。これはやらなくても大丈夫。追加で発動でパワーアップできるよ。よし、押してみよう。消えてもらうよ。これはどうする。ヒントなしだよ。ヒントなしだ。もう大丈夫。ガチだ、ガチバトル。パッ、よし、いいですね、いいですね。よし、誰か少ないんですか。もうお世話で行った方がいい。ハッピークレイト。確かに。これはどうだ。追撃発生。おお、大目にマシ。おお、これは大きなダメージ。おっと、相手の追撃が崩した。負けるわけがないんだ。これ何を言ってるの。聞いてるよ。あ、相手だ。相手だ。消えてもらうよ。必殺だけは絶対クラッチダメよ。やばいからね、クラッチから。ちょっと、やばい、やばい、やばい。これぐらいのダメージが、はい、これゲージすごい。攻撃ゆっくり飛んでくる。これは大きなダメージ。あ、サムライブイブースターで、はい、ちょっと追加を持っていくずつで絢爛カバー。ちょっと待って、これはダメだ。攻撃消えてもらうよ。やばい、使ってきたよ。無理、使われたら消えてもらうよ。これは勝ちたいですね。うーん、パッ、よし、やった。アクティオン増加の攻撃。ワーキーグレート。ういアクティオン、これは決まってしまったか。オッケー、オッケー。アクティオン増加した。よかったね。ラウンド2、はい、追加で発動。さあ、これで発したいですね。消えてもらうよ。何が発動するかわからないので、はい、あーやばっ。セルクレスを決めたりする攻撃。これだったら30代から。アーサーのダメージ。消えて
てもらうよ。はっ、よし、OK、よし、アクティオンゾーカルトの攻撃、よし、いいですね、イエージが上手くなった、痛烈な攻撃だ。ちょちょちょ、すごいや、珍しい虫が取れるかもしれません。取れるかもしれませんって。虫を網で捕まえよう。え、おチャンス来た、チャンス来ましたね。え、まさか本当に来るか。これはレア虫は何かしら。レバーで網を動かそう。ボタンを押すと網を動かそう。いけた、やったな、レアゲット。お水だ。さあ、どこ行った、どこに逃げた。お、真ん中取れるか。よし、来た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 。何が、お、あ、何が、お、怖かった、怖かった、すごいな。お、スレアゲット、シェアカプタントカード、スレアカプタントカード、スレアカプタントカード、ウィン、あと2回任す、まあ、と絶対にこうレア以上にはなるので、あ、違う、はい、で、さらに、勝っていれば、こうバトル後に虫を取る、何かあるかもしれない。そうですね、まだタイプモンズ、もちろんここの虫取りでも、今使う、シュウが使ってた虫がゲットできる可能性があるので、はい、勝つと結構ね、可能性が、お助け、やったな、ね、レアゲット。名の通り、歯が黒い。おー、ゼリー来た、ゼリー来たよ、気がすごい。で、問題はこの後来るか、最後に好きな虫を買っ、あ、来た来た来た、1枚カードが出てるよ。あ、シューのギラファケージケレット、これはあれですね、魔人ギラファの方です、ね、あー、そっかそっか、でもやったやったね、よし、じゃあ行くぞ、1枚カード決定、エッセンスキラー来た、ちょっと待って、やったー、マジか、しかもゼリーが、やった、やった、本当にイエーイ、だね、かっちょいいよこれ、やった、じゃあ本気でやってください。もうガチでね。私はマスターブレック、もう一度気の強さを見せてくれ。はじめ、ボタン連打だ、もっともっと連打だ、そこまで、よし、101いったエクセレントな連打だったぞ、101コンボ、イエイ、イエイ、スタンプをあげよう。というわけで、まあ、スタンプを貯めればまたね、あの、挑戦できますので、ね、はい、ぜひ、他のストーリーモードでもやってポイントも貯めていただいて、はい、貯まったらまたキラカードも完成だよ。取り出し口からカードを取ってね。出たー、出たー、ギラマケイスケレットのキラー、やったー、やったー、おめでとう、やったー。はい、ということで今回ですね、虫キング研究所やってきて超進化4段プレイさせていただきました。またすごいワクワクドキドキな感じで面白いね。キラゲットして、やったー、エシン君もこれ今だね、よかったね、やったー、魔人化シュート戦ったのもちょっと楽しかった、ね、魔人バトル面白いね、うん、うん、スタンプが貯まればいつもバトルできるから ね、うん、ね、しかもゲットのチャンスが高まる、すごいよね、はい、イエーイ、ということでですね、次回はエシン君と鳥研究所のバトルをですね、久しぶりにまたやりたいなと思います。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ、いいねボタン、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、そして今回のおすすめ動画はいつもと同じでありますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録、エイシンクあたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。